左上にクソやべえやつがいるから、これ聖域使うべきだと思うんだよな。で、聖域使って、身代わりとか使ってやっていくと思うんだよな。まずは、聖域使ってみよう。やってみよう、これは。いろいろ。まあ、初見だからな。死んでもええんや。混乱はするのか。なんか右側やべえな。あれがボスか引き寄せんの怖えな。あ、でも引き寄せてもいいのか、これ。ちょっと待って、爆弾岩はダメだ。爆弾岩に身代わりを使うじゃん。そうすると爆発しないんじゃねえか。杖は今さら使えねえから、いやメダパニで遠くにやって、それで弓矢で倒していくのがいいな、あいつに限り。あ、ドラゴン2、ドラゴンか。あ、ドラゴンの炎もまずくない？おい。やべえな。あ、それは。ドラゴンに身代わり撃つ。この炎をまず倒して。ドラゴンに、いやー、どうしようかな。ドラゴン身代わり。いやー、身代わりちょっと使いたくねえな。でもこれやられたらちょっときついから。どうなってる？めちゃめちゃ集まってきてる。これでもゴールがあんのか。危ねえやつが来てる、ここに。お目玉3匹も怖えな。ちょっと身代わりギリギリまで取っときてえから。あ、ドラゴン来やがった。ドラゴンのこれで聖域が燃える可能性があるのかもしんないから、ここはまずメタパに。ドラゴンを、なるだけ。間違えた。あっぶね。ドラゴンを鉄の矢で撃つ。なんか待って、ちょっと待って。永遠に繰り返されんのか、この地獄は。混乱が治るか。あれさ、斜めになってるか。いけるよな。あれなんか終わったんだがなんか終わった。ドラゴンが今倒してくれた。箱を倒したらよかったのよ、今の。箱って言ってたな、邪悪な箱。